撮るの？撮ってるけど。けど多分音声入んないから。ということでビーチに行っております。ちょっとね、すごいね、すごいね、坂がね怖いからちょっとペンギン足で行ってるんだけど、はい、ということでちょっと海に行ってまいります。今からね、ちょっとレモネードを飲みながら休憩しようかなと思っております。はい、ということでなんやかんやでありまして、で海からホテルの方に来ました。でいろいろね、ウーバーとか乗っていろいろやってきたんだけども、今日のホテルはこんな感じでございます。はい、こんなちょっとね景色がいい感じでございます。こんなのがあったりとか、こんなのがあったりとかでね、行ってたヒーロー5の蓋がね届いておりました。あと広角レンズもね買ってしまいましたね。So cute. How old is she? He's five. Five. Yeah. He's a cute little dog. Yes. Thank you. Good night. Bye. なんかホテルドッグだった。超可愛いね。はい、じゃあちょっと今からねご飯を食べに行ってくるんだけども、今日はねコリアンバーベキューを食べに行こうかなと思っております。ちょっとこっちでね1回だけシカゴに行った時に多分乗っけてたと思うんだけど、あの牛角があったっきりあんまりバーベキューとかそういったものをね食べていないので、今日はね食べに行こうかなと思っております。でちょっと街並み見ながらやっていきましょう。ということでコリアンレストラン来ました。ここちょっと名前載ってないけど、あとアイドーノーっていうお店なんだけど、いろいろチョイスがあって、ではこちらの20バックスぐらいのやつにしようかなと思ってます。で今からねお酒を札幌飲んで、でご飯食べて、でちょっと暑いから水飲んで、あれしようかなと思います。結構ねファンシーなところでございました。で普通の焼肉屋さんみたいな感じなので、結構ね楽しめるかなと思います。またちょっと後で料理の写真とか載っけてやっていこうかなと思います。はい、乾杯。かな、札幌美味しいね、うん、こっちのビールなんか味が薄くて、うん、はっきりしないけどなんか飲んでるって感じがする、札幌飲むと。はい、ということで来ました。お肉カルビとかスパイシーポークにブルゴジ、あ、なんかしかということで焼いていきましょう。
本当にこっちで焼肉の食べ放題がなくて、ね、たまに食べたくなるとすごく遠いからあんま行かないんで、ね、あんま行かない、1回しか行ったことないんだけど、久しぶりに焼肉食べ放題で今日いっぱい食べようかなと思います。